オルリ、アントワールドトゥナン。オルリ、アントワールドトゥナン、オーイリー、アントイネデトーネンズ。1825年5月12日、1878年9月17日は、フランス人の弁護士憲法喧嘩。1860年に、南アメリカの先住民族、マプチェ族の英雄、カウポリカンの再来であると称して、土地と人民を組み込みアラウカニア・パタゴニア王国を、 建国、同国の王位をいただいた、オレリ・アントワーヌ一世。これがアントワーヌによる勝手な名乗りなのか、マプチェ族各部族の主張、ロンコスたちに推挙された結果なのかは、指揮者によって見解が分かれる。アントワーヌは、シュルニャック、ダン、カオワグナック・ディーアンズで生まれた。1858年に、ジリのコキンボに移住。サンティアゴシと、 港町バルパライソに2年間滞在して、スペイン語やマプーチェ語の習得と、交友関係の構築に費やした。そこで、その頃、チリ政府の影響が及んでいなかった、アラウカニアの地に目をつけ、当地にフランスの植民地を設ける計画を練った。アントワーヌは、バルディビアで出会った2人のフランス人商人に、この計画を漏らしている。そして1860年、彼は、 計画を実行に移すべく、現在のラ・アラウカニア州にあたる当時、マプチ族が未上支配していた地域に移り住んだ。アントワーヌは弁護士としての法律知識を根拠に、ビオビオ川南部の地域はチリにもアルゼンチンにも属して、いないとの主張を展開した。1860年11月17日、後に外務大臣となるフランス人移住者カイデ・フォンテーヌが経営する農場で、 アラウカニアの独立を宣言し、宣言書へ署名をした。そして、マプチェ族系の所属の主張を集めた議会を召集し、彼らの投票によって決議された形式をとって、立憲君主制を定めた。続いて、国家と国旗を制定し、憲法を起草し、農政、教育、防衛他の大臣を指名し、さらに王国の通貨として、効果を鋳造するなど、国家としての定裁を整えた。 この王国建設を知った、パタゴニアの部族長たちはアントワーヌに接触て、同国への編入を希望し、これは実現した。こうして、彼のアラウカニア・パタゴニア王国は、チリ中部からアルゼンチン南部にかけた広大な地域を領土とした。外国からの承認を得るべく、アントワーヌは宣言書の写しを、チリのエルメルクリオ新聞社に送付し、1860年12月29日には、 これを出版した。さらに彼は、チリ政府代表と謁見するためにバルパライソに向かったが、チリ政府は一貫して無心の態度を決め込んでいた。一方でアントワーヌは、フランス政府を巻き込もうとも試みた。フランス領事が問い合わせなどを通じて、少々の接触を持ったが、その結論は、非常識なものとして、関わりを持たないという判断だった。アントワーヌの王国は、 地理政府にとって何ら脅威ではなかったが、アラウカニアヘイドンを目論む当局にとって、格好の口実となった。1862年、軍はアラウカニア制圧作戦を実行に移した。再び不安定になりつつある正常に武装を固め始めた。マプチェ族が待つアラウカニアにアントワーヌは戻り、核部族への歴訪を行っていた。ところが、使用人だったフ安ンバウティスタローサです。 コアバーティスタ・ロサレスに手引きされた地理当局が彼を拉致し、監獄に収監した。さらに裁判にかけ、フランス領事館が開催する直前には、精神病院に放り込もうとしていた。こうして、アントワーヌはフランスに強制送還された。アントワーヌは、己の処遇に不満を表明し続け、1863年には、解雇録を出版するなど依然として、精力的であった。 1869年、彼は、ブエノスアイレス経由で、アラウカニアに戻り、チリ当局から、彼は処刑されたと説明を受けていた、マプチ族の人々を驚かせた。彼は、王国の再建に着手したが、またもチリ当局に目をつけられた。コルネリオ・サーベドラ・ロドリゲス将軍は、アントワーヌの首に賞金をかけたが、マプチへの人々は、この奇妙な同盟相手を守り続けた。 しかし1871年、アントワーヌの資金は底をつき、フランスに戻らざるを得なくなった。しかし、カイコロク、第2巻の発行や、アラウカニア国民向けの新聞社、LA コロナデアセロ、アイアンクラウン、鉄の冠の意設立など、彼の行動は衰えを知らなかった。1872年、アントワーヌは相続人を設けるために花嫁を探している胸広告した。 翌年には兄弟に向けた手紙で、マドモアゼルデ・パーシーと結婚する予定だと伝えたが、これが実現した証拠は全くない。1874年、アントワーヌは懲りずに渡航を試みた。この時には、ヨーロッパの企業家数人からわずかながら援助を受け、少しばかりの兵士と武器を伴っていた。しかし、彼は、チリ政府から厄介者、ペルソナノングラータとして、 煙たがれており、しかも、彼が持っていたパスポートは偽造品だった。7月には、アルゼンチン沿岸のバイアブランカに上陸したが、即座に追放処分となり、フランスに送還された。1876年、またもアントワールは、南アメリカに渡った。しかしながら、パタゴニアに向かう道中で地方の移民者に拉致され、地理当局に引き渡された。この時、彼は、 重い病気にかかり、手術が必要だと診断された。またしても彼はフランスに戻され、目的のアーラウカニアにはたどり着けなかった。1878年、アントワーヌは、フランスのドルドーニュ県で、波乱万丈な生涯を終えた。アントワーヌには、子供がいなかったが、親族の何人かが、王国の相続人に立った。ギュスターヴコール・アシル・ラビアルド、グストブ。 アキレラ・ビハードはアシル1世を名乗り、アメリカ合衆国大統領、グロバー・クリーブランドにアラウカニアの独立を承認させようと運動した。1902年のアシル1世死後、アントワーヌ・イポリット・クロゼル、アントイネ・ヒッポライト・クローゼルがアシル2世を襲名。以後、アシル3世を経て1950年には、フィリップ王子、プリンス・フィリップが王位を継承している。 フィリップは2014年1月5日に死去した。フランスに在住した全国王フィリップは時にマプチ族についてコメントを発表することがあった。また、非営利団体北米アラウカニア王統協会が1995年に設立された。ただし、地球上のどの主権国家もアラウカニアパタゴニア王国を承認してはいない。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。